チャオ、あっちゃんです。今日は5月の12、17日かな、月火水水曜日、あっちゃん家の晩ご飯鶏肉焼きます。今日何がいい、塩焼きっていうから塩焼きにします。まずね、キャベツをさっと、キャベツをね、ちょっと置いときましょう。ぬか漬けをね、出しますね。ちょっと水が出てるな、また。ちょっとこのニラ。ニラをね、きゅうりはいいんだけど、ピーマン。ピーマン今日食べよう。きゅうりをね、きゅうりをちょっとこれ出して。結構入ってるな。ちょっとニラちょっと出してきます。ぬかをね、ちょっと裏返します。なんでね、キュウリとキュウリを出しましょう。ぬかを、ぬかじゃないわ、ニラをね、ちょっともうぼちぼちぼちそうなんで、ニラ美味しいよ。ちょっとね、試しに食べてみたいんやけどね。ちょっと入れときます。で、きゅうりが入れそう。ちょっと緩いな。また、もっと足すかな。あんまりね、ペタペタすると、かびっちゃうんでね。もう毎日毎度ったら大丈夫やからね。ちょっとでも緩いなぁ。ねえ、さっき切った人参を入れていきます。人参をね、食べたいね。大根また入れたいからね。大根また入れますね。大根も美味しいよね。今のこのぬか最高に美味しいよ。ちょっとでもぬかさらんと緩いからな。水上がっとるよね。美味しい。ちょっとぬか足すかな。水とね、塩も足さなあかんけどね、ほんとはね。まあでもね、まあまあ塩気も入ってるから大丈夫なんで、ね、次また出します。ちょっと混ぜやんと、このまま置いとこ、どうなるやろ。この辺もね、ちゃんと拭き取って、かびっちゃうんでね、置いときます。Thank you.
いいね。食べやすい大きさに。これを火にかけていくんだけど、ここにね、塩をね、小さじ半ぐらいをパラ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 ーと全体にまぶしておきます。これで味付け完成。で、火にかけてね、約3分、強火。
で約3分蒸し焼き。はい、この3分蒸し焼きしました。これでね、今日出たモッツァレラチーズを戻します。強火にして、持っていきます。もう塩だけでは、これでね、ほぼほぼ完璧です。食べましょう。